どうもくつろぎです。今回はホグワーツ城を作ってというリクエストをいただいたので作っていきたいと思います。必要な材料は概要欄に記載しています。全体の大きさはこんな感じです。ちょっと歪で大きいので、全体の大きさだけ整地しておけば、順々にやっていけばなんとかなるかなと思います。早速やっていきたいと思います。というわけでまずは手前側に少し大きめな家を建てていきたいと思います。石レンガの階段を21個、普通の向きで置いていきますね。まずは家の全体の囲みみたいなものを作っていきますね。そんな感じで石レンガを使っていきます。今回のメイン材料は砂岩のつもりですが、ほとんど白樺な感じもありますが。で、向き変えて今度は9個置いていきます。で、斜めの部分も置くよっていう感じで。で、また向き変えて今度は17個置いていきますね。反対側の部分と同じにはならないのは、おいおいこう接続部分になってきて通路になるので、ちょっと長さが違いますね。こんな感じでできました。で、今度は石レンガの裏側に対して石レンガを並べていきます。階段に対してですね。これはまず土台を作っていくっていう感じで。床兼、なんと言いますか。装飾と言いますか。そんな感じですね。なので石レンガで埋めていきます。まずは外縁を、まずは作っていく。よし。これでいいと。で、こんな感じで石レンガっていう感じになってきましたね。で、今度はまた石レンガのとこに対して、今度は砂岩を置いていきますね。これが床兼みたいな感じで。なのでハーフでもいいっちゃいいんですが、置きやすさ重視で今回は砂岩にしてますが。そんな感じで。よし。こっち側、反対側もですね。まずは、並べていきます。でした。で、今度は、内側の部分は床なので、白樺のハーフで。今回は、床が全部、ほとんど白樺使う予定なので、ハーフの方がやっぱいいよなぁと思いますので、この部分はハーフブロックで。床ですね。そんな感じで。砂岩は、別にハーフじゃなくてもなんとかだと思うんでね。で、まずは繋いで、で、この中を埋めていくわけですね。そんな感じで。一応、これ上付きだから湧いてしまうんで。よし、これでいいですね。で、この接続部分がちょっと曖昧なので、一列ずつやっていこうかなと。少しずつ伸ばしていく。そんな感じでやっていきますね。よし。もう一列ずつ。今回はこう、接続の場所がやっぱり、ぐちゃってなっちゃってるんで、その辺がちょっと難しめではありますが。で、今度は、研がれた砂岩、磨かれた砂岩置いていきますね。よーし。よしと。これで土台ができたっていう感じが見えてきましたね。よし。で、今回湧いちゃうから、光源を先に仕込んでおきますね。これ位置がよくわかんないよという場合は、後から、内装やるときにやればいいかなという部分ではありますね。こんな感じで。続いて壁を作っていきたいと思います。早速壁ですね。まずは白樺の木材を2個ずつ、等間隔で置いていきます。今回は砂岩がメインのつもりではあるんですが、前回というかノートルダム大聖堂と同じような考え方で、砂岩だけ使うとちょっとのっぺりしちゃうというか味気ないから、ちょっと色味が近いブロックを差し色みたいな感じで使っていくよっていうところですね。よし。どんどん並べていきますね。これでいいよというわけで。で、今度はこの壁の隙間をやっぱ埋めていかないと壁っぽくないので、壁にしていきますね。今度は石レンガの塀を2個ずつですね。白樺と同じ高さまで置いていくっていうだけで。これが自分の建築の特徴、特徴ではありますね。ここを石レンガにしてしまうようでは、なんか良くないなぁと思うわけですよ。独特の凹凸感みたいなものを入れた方が、映えるかなとは思いますので、で、今度は白樺に対して砂岩の塀を2個ずつ同じ高さ積んでいきます。まあ、この塀を使いたいから白樺を刺すっていう感じですね。まあ、マインクラフトをやるんだったらっていうのが自分の中であって、マインクラフトにしかない素材を使った方がいいのかなーって自分は最近思うというか思うので。塀とかめっちゃ使えますね、階段とか。まあ、こんな感じで壁が少しずつ生えてきましたね。で、こっちの側面側も足していきますね。繋いでいきます。砂岩ですね。今回はこの側面がちょっと大変ですね。特に反対側の側面は大変で。で、一応光源ですね。何の光源でもいいですね。まあ、あるものでということで。で、今度は石レンガの階段を。こんな感じで。で、今度は鉄格子を置いていきます。まあ、今回は塀と鉄格子がいっぱい使いますね。よし。これで繋がった感じが出ましたね。よし。で、内装を簡単にカーペットで光源を隠しつつ。今回はハリーポッターのテーマではあるんですよ。なんだけど、ちょっとハリーポッター見れなかったから、期間外だったわ、ちょうど。だから、ちゃんとは見れてないんだよね。で、多分ここが食堂みたいな場所なんじゃないかなって思ったから、こうテーブル、赤いテーブルっていうことでやってきますね。階段で、白樺の階段で椅子っていうことで。グリフィンドールとかそんなんだっけなんか発表する場所あるじゃないですか。クラスの名前も忘れちゃってるからさ。本当は見ながら作る予定だったんだけどなぁ。惜しいやなぁ。見ながらやった方がね、こう、モチベーションっていうかね、クオリティが上がる気がするんだよね。で、ここは、ダンブルドア先生ですね、多分。が座ってる場所みたいなイメージで。だから少し背高く、なんか台座っぽい感じで、椅子とテーブルを作ろうかなと思いますので、こんな感じでハーフブロック置いて、段を作っておきますね。で、こんな感じで台座ができたので、この上に対してまたアカシアの階段を逆向きで、これがテーブルっていう感じでやっていきますね。よし。いや、でもダンブルドアが出てきただけマシか。すぐ忘れちゃうんだよな、名前とか。ハリーだからハリーポッターだよね。多分ハリーだよね。あとなんだろう。ハーマイオニーぐらいしか出てこないけど。で、一応テーブルだから、まあなんかそれっぽい感じで植木鉢とか、ナマコとかランタンとか置いて、余裕があれば額縁とパンとかもありかもしんないですね。まあ、こんな感じで少しずつやっていきますね。で、今度は石レンガをこう等間隔で置いていきますね。まあ、基本的には白樺の上に対して置いていくよっていう感じで置いていきます。まあ、そんな感じで。いやー。なんでだろうな。Amazon プライムも入って、Hulu も入って、Netflix も入って。で、石レンガの階段を間を埋めるような感じで埋めていきますね。下向きですね。そう。3社入ってて見れないんすかみたいな。300円ぐらい払えやーっていうのもあるけど。7作あるからさ。ちょっと諦めたわ。よし、置いていきますね。まあ、これもわざわざなんでやんだっていうのもあるんですが、まあ、これでちょっと凹凸を加えた方が、まあいいかな、みたいな。で、今度は小さめな屋根みたいな感じで、ハーフブロック置いていきますね。まあ、とにかくごちゃらせた方がいい、みたいな。なんかやり込んでる感じが出ますし、手間だからあれだけどね。で、塀を足しますね。今度は石レンガの塀ですね。こんな感じで足すとこだけ足す。で、側面はとりあえず放置して、こっち側の正面と背面は割と作りやすいんでね。こんな感じで、また少しずつ高さを上げて。で、こっち側の側面もやっていきますね。まあ、白樺とか塀を足しながら、左岸を置いて、階段を置いて、まあ、こんな感じで、よいしょ。まあ、おいおいこの塀を伸ばすよっていうことですね。で、鉄格子。まあ、こんな感じで。まあ、なんかもう、できてきた感じはありますね。これに、チロチロって屋根つけても、まあいいんじゃないかなと思いますし。うん。続いて、白樺の木材ですね。よし。まあ、少しずつ足していけば、まあ、一応自分もサバイバルで作ったので、まあ、根気次第というか、資材集めがすごく大変だけど、作ればしますね。で、今度は同じ要領で、白樺の階段を間に対して埋めていきますね。まあ、これで少しだけ隙間を入れて凹凸が入ってる風に見せかけるという試みをやっております。まあでも全部四角でも成立はするとは思いますが、あ、これがまあ、好みの問題で。で、裏側に階段の置いた場所に対してまた逆向きで階段を内側から張りますね。なんか自分で今言っててよくわかんなかったけど、まあそんな感じで階段を、内装の段取りというか、内側を伸ばしても良さそうです。よしと。うん。増築と。で、ここは白樺のフェンスゲートを置いて簡単に装飾を加えておきます。これもなくても成立はすると思います。実際自分はサバイバルでは入れてないけどね。うん。まあ、お好みでという感じではありますが。こんな感じで。で、今度はまた左岸の塀を石レンガの塀の上に対して伸ばしていきます。今回は塀でラインを入れて伸ばしていくっていう感じで。これは普通のブロックでやっちゃうと、今回作ろうと思う規模よりも倍ぐらいになっちゃうから、それ大変じゃないですか、やっぱり。だから、こういう塀使えば試作できるんで、そっちの方がいいかなと思いますね。で、側面も足しておく。だいぶできてきましたね。鉄格子も。よし。これでもう半分できた感じありますね。よし。まあ、とはいえっていうのがあって、こっち側の側面がすごく、こう、ごちゃごちゃしてまして。何ブロックですって言いづらいから、なるだけゆっくり置きますね。そう、自分でも置き間違えるから。そんな感じで。こっち側がちょっと違うんだよね。なんかね、なんて言ったらいいんだろう。バラ窓とは違うけど、そんな感じっぽいんだよね。だからまあそれを一応再現しながらやろうかなーっていう感じで。ただ一応ハリーポッターのこのホグワーツ城を作るにあたっていろいろ資料を探して見てたんだけど、もともとが構造として建物としてのっぺりしてるから、あんまり過度な装飾はする必要があんまりないのかもしれないなぁとも思いますね。ただどうしてもこの今作ってる家の部分は目に留まりやすいから、うん。だからここだけちょっと手間を加えておくっていう。で、あとの大きめな塔とか作っていくんですが、その部分はそっちに目の印象を持たせないために手前側でこう、こだわったことやっとくと。そしたらもうこう、見てもらえなくなるから、ちょっとのっぺりしてね、みたいな塔が立つわけですが、それをごまかしていくための段取りというわけで、手前側だけ頑張ればさ、奥側も頑張ってるように見えるからさ、こんな感じで繋いでおきますね。うん。で、石レンガを置いて、よし。一応ここから先が通路になっていくよ、みたいなイメージでやっていきますね。で、一応塀を足しておくと、なんとなくこんな感じで良さそうですね。で、側面も一応繋がってきました。よし。もう少しやっていきますか。というわけで、もう少しだけ壁を高くしていきたいと思います。まあ、折り返し地点ですね。まあそんな感じで、壁を足す。まずは一気に伸ばしていきますね。白樺の木材を3個ずつ置いていきます。よし。まあ、白樺に対して白樺を3個置いていくだけですね。まあ、一気に伸ばしていきますね。まあ、でもどうなんだろうな。まあ、最近この辺は悩みポイントではありますよね。あんまり塀とか使うのも良くないのかもなーとかね。まあ思ったりはするんですが。最後に加えるんだよね。こういう装飾っていうことでさ。そう。これじゃ完成度がーとか思って不安になるから装飾型になっていくんだよね。構造だけで勝負できる建築とできない建築がやっぱあるからさ。で、間を繋いでいきますね。それでもう、ほとんど壁になってきたんで。まあ早いですね、こっから先は。さあ、サバイバルでやってた時思ったのが、材料集めがだいたい5時間ぐらいかかっちゃったんですね。だからそれぐらいのものだと思いますね。作るに関しては、どんくらいかかってんだろう。まあ結構かかってんね、でも。で、白樺の階段ですね。まあ大体どんくらいだろう。10時間はかかってないとは思いますが、まあそんな感じではありますね。だから結構大変だとは思う。まあゆっくりやっていけば、いつかは仕上がりますんで、階段ですね。まあこんな感じで、伸ばして、塀を足して、で、これがなんか窓の区切り線みたいなイメージで塀を伸ばしていきますね。まあ、そんな感じで塀を出すといった感じで、あ、ここ忘れてました。という感じで。これでまた少し増えてきましたね。で、あとはもう少し壁の装飾がてら塀を伸ばしていきます。今回は塀ありきなんでね、どうしても塀をいっぱい使いますが。まあそんな感じで塀を3つずつですね。まあハリーポッターっていうとあれかな。自分はでも、賢者の石はやっぱり面白いとは思うんですよ。で、2も面白いと思うんですよ。で、3だけ構成が全然違うじゃないですか。だから面白いじゃないですか。ただ4から7がやっぱさ、難しいよね、話が。まあ物語の構成上しょうがないんだと思うけど、まあ、そんな感じもありますが。で、こっち側はガラス板をついに。で、今回はガラスは何色でもいいんですが、外側に旗貼っちゃうから、ガラスあんま見えないから、まあ、かえって入れなくてもいいまではあるかもしれませんが、だから何のガラスでもいいということですね。でも一応は入れておくか、みたいな感じですね。これもガラス板の方がいいと思いますね。よし。まあ、とにかく入れていきます。内側もですね。よし。で、側面をやっていきます。で、側面も、まあ、さっきと同じでちょっとごちゃついているんですが、まあ、ゆっくり置いていくんで、こんな感じか、みたいなところではありますね。繋いで。まあ、これもだから、凹凸を入れる意味が内装にあるのかって言われると、難しいところではありますが、まあ、自分があんまりのっぺりしているものが、なんか違うかって思うからやってるんだと思うんですよ。難しいやな。いつも迷うんだよ、そこ。よし。こんな感じで、ゆっくりやっていけば、いつかは繋がりますね。よし、しゃがんで、置いて、そう、何が、こう、ごちゃごちゃしちゃうかっていうとさ、こう、建築動画って結局結果論でやってっからさ、自分の場合さ。それをだったら作り直してるだけだからさ。だからなんで何ブロックだったんだろうとかが、まあわかんないから、難しいんだよな。で、戦力眼ですね。これは模様を入れたいからということで、戦力眼を入れておきます。よし。で、手前側に対しては石レンガの階段を置いていきますね。まあ、これが屋根っぽい感じということで。まあ、下はハーフにしたんですが、これは屋根の手前側になってくるから、まあ、階段の方が面白いかなという感じで置いてみますね。こんな感じで。続いて屋根の土台を作っていきたいと思います。というわけで、土台ですね。土台が全然言えなかった。で、まずはガラス板の手前に対して旗を置いていきますが、ガラス板入れるの忘れてたわ、ここ。入れて、で、今回は4色ね、置いていきますね。で、これは旗折り機で白色のやつ入れて、十字のやつの模様をただ選んでるだけだから、まあ全然凝ったやつじゃないから作れると思うので、ただ4色作って、貼っとくってだけですね。で、これも適当に置いてるから、何色でもいいっていうことですね。まあ、これ何かっていうと、クラスの旗だと思うんですよ。でもまあ、十字で十分じゃないと思ったから、そうしてみましたが。鉄格子を伸ばしていきます。なんかもっと凝ったやつがいいよっていう場合は、なんかバナーのデザインをなんか調べて使ってみたらいいのかもしれませんね。よし。で、内装で、石レンガと砂岩の塀を、まあ、等間隔で置いていきますね。まあ、何って言われるとわかんないんですが、まあね、しょうがないんだよな。ちゃんと映画見れてないから、なんても言えないけど、なんかろうそくとかそっち系かな、みたいな感じで。あ、何か分かってないからなくてもいいっていうのもありますが、一応カーペット置いときますね。よし。で、内装も少しずつできてきましたね。で、もう少しやっていきますよ。で、多くの看板を並べていきます。まあ、壁の装飾ですね。まあ、大変なんですが、まあ、入れたいなぁと思いますので、まあ、ちょっとのっぺりしすぎちゃうから、まあ、看板でごまかそうという試みですね。まあ、困ったら看板とか、トラップドアとか、使えばいいかなと思いますんで、まあ、こんな感じで、まあ、一手間というところですが、まあ、なんかだいぶここまで来たらやるぞっていう感じは出てきますね。で、土台を作りたいっていう話だったので、石レンガをバーっと伸ばしていきます。なんだろうな、今回の屋根はシンプルな三角屋根ではなさそうだというところで、ちょっと特殊な三角とんがり風屋根みたいな感じですね。まあそんな感じではありますが、石レンガを置いていく。これも色選びがちょっと難しかったんだよな。でも石レンガと砂岩で十分か、みたいな感じでやっていきますね。よし。で、石レンガの塀を。今回のポイントはここじゃなかろうかっていうところですね。まあ旗もそうかもしれないけど、塀を二重で使うっていう謎の使い方をします。ああ、謎ではありますね。タルキみたいな感じで使ってみたらいいかな、みたいな。ちょっとなんかね、屋根だけそのまま張っちゃうと、こう、やぼったい感じが出ちゃうから、それがちょっと気に食わないなと思ったから、こう、塀を足してみたら意外と面白いのかもしれないなと思いまして、こう、塀を足していきますね。まあ、そんな感じでちょっとの工夫というか、装飾を加えて、なんかやってみよう、みたいな。で、階段ですね。こっちも小さい傘じゃないや、屋根がつきますんで。よし。屋根の始まり部分を作っておきますね。内側は普通で、裏から逆向きで。こんな感じで。ここから始まっていきますね、三角が。で、鉄格子が足りてないですね。まあ、こんな感じで、また少しずつ、上げていきますね。で、またかっていう感じもありますが、等間隔で石レンガの塀を置いていきます。こんな感じで。なんかね、ツンツンした感じなんですよ。よし。まあ、並べていきますね。で、間を石レンガの階段を置いていきますね。まあ、これも下と同じような考え方でやっていきますね。先に正面、背面やった方がいいですね。こんな感じで階段を置いていくだけですね。よし。で、また石レンガをわーっと伸ばしていきますね。今回は何屋根っていうのかよくわかんないけど、屋根に対して屋根がシンプルな三角じゃないのと、その塔を3個出すみたいな。ちょっと事故が起きた気はしないでもないが。で、こっちは内装で見える場所だから、階段逆向きでなんかやってんだなーみたいな。で、あとは石レンガで伸ばしていきます。よーし。あともうちょいですね。今回は屋根の土台までやっていきたいですね。やっぱ土台って言いづらいよね。あー、土台むずいわ。まあ、そんなところで、まあ、屋根の始まりを足していきますね。まあ、そんなところで。まあ、正確に言えば一部はハーフにした方がいいっていうのはあるとは思うんですが、ちょっとどこがどこだかわかんなくなっちゃうから、全部統一でやっていきますね。で、これは感覚、まあ、このまま真似してもらってもいいんですが、まあ、戦力眼の塀を適当に等間隔で置いていきますね。ここの部分に旗を吊り下げようかなと思いますので、まあ、そんな感じで、なんとなーくで置いておきますね。まあ、一応4本入れた方がいいのかなー、みたいな感じですね。よし。これで繋がりましたね。で、後で吊り下げますので、まあ、そんな感じで、違う側面も同じ高さまで上げていきます。こんな感じで、並べて、戦力眼ですね。この部分をバラ窓風にしようと思いますので、ただ内側にはあんまり影響してもあれかというのがありますので、で真ん中開けときますね。開けた場所に対して、ロードストーンで名前良かったかな。丸み出すのはちょっと大変だから、ごまかして使えますね。よし。だいぶできてきましたね。まあそんな感じで少しずつ。違うわ。今度は石レンガの階段を、ここまではシンプルに大丈夫ですね。後から塔を作んなきゃいけないから、3本生やさなきゃいけないから、ちょっと歪な置き方、歪っていうか等間隔の置き方になってきますが、ここまでは大丈夫ですね。よーし。こっからですよ。土台が足りてないので、土台を石レンガの階段で、1個手前ですね。手前にまず置いて、石レンガと階段を使っていくわけですね。ただこれが、こう、何ブロックですっていうのは、まあ、見よう見真似でっていうお祈りパターンでやっていますね。そう、1個置いてみたり、2個置いてみたり、みたいな3個置いてみたりっていう感じで申し訳ないですが。なんだろう、塔の分け目線なんですけど、まだ塔が見えてないから、何が何だかよくわかりませんが、こんな感じで置いていきますね。よし。反対側もやっていきますね。いててて。やっぱな、マインクラフトはやっぱ、クリックしすぎだよな。最近思うわ。よし。違う、もう反対側と同じですね。よし。階段と普通のブロックを。まあなんか2個置いたり、1個置いたり、3個置いたり、みたいな感じで置いていきます。内側も少し足しておきますね。内側ね、こう、つながる接合部分だからちょっと曖昧で申し訳ないですが。で、側面も同じ高さまで伸ばしていくぞという感じで階段も足して。よし。ここまで来ればなんとかなりそうです。で、砂岩ですね。内側は砂岩でいいかなと思いますので、砂岩で塀も置いて、ここに光源を入れるか否かというところではありますが、まあドアでいいでしょうと。まあ、窓の感じですね。まあそんな感じで、ここまでやりましたが、やっぱ側面も高さを合わせるべきかで迷いますが、まあ、もうちょっと屋根を伸ばそうと思いますので、石レンガに対してまた石レンガを足していきます。よし。まあ、少しずつやっていきますね。で、また、こっから一気に石レンガブロックをバーっと伸ばしていきますね。階段と普通のブロックを使った、よくある歪なやつですね。歪な屋根ってやつは、こう、ブロックのパターンを覚えるってよりかは、自分が作りたい高さに合わせて、階段とブロックをうまいこと合わせていくっていう感じで作った方がいいとは思いますね。なんか覚えてもしょうがないと思うので、まあそんな感じで今回の高さに合わせていきますね。で、トラップドア置いていきます。で、裏側に光源を仕込もうかなと思いますね。今回は、ちょっとサバイバルで一応は作りましたが、まだ脇チェックが甘くて、トラップドアの裏の部分、一応削って、ここに光源を入れようかなと思いますね。うん。あと、シェーダー、もしもこれ作って、シェーダーかけたいっていう場合に、ちょっとあまりにも暗いから、光源入れないと、なんか達成感が薄れてしまう可能性があるので、一応光源入れて明るくしときますね。で、光源がこのまま見えちゃうとかっこ悪いから、隠そうかなと思いますね。階段で隠していきます。よし。階段ですね。まあ、なんでもいいんですよ。隠せれば。まあ、だから別にトラップドアの方がいいという場合はトラップドアでもいいし、ただ一応屋根のラインとも合うから階段でも問題はないのかなみたいな。で、どうしよう。こっち側からやっていきますか。ここ足しとかないとまずそうっすね。もう接続位置だからちょっとさ、こんな感じで曲げときますね。まあ、こんな感じで、ここも埋めたいが、先にやるべきか否かで迷うところ。できますか。ここのね、側面が、後から壁で一気にやった方がいいのかなーって思っちゃって。ちょっと難解になっちゃったよな。よし、塀とかを足していく。まあでもよくわからんっていう場合は、埋めちゃってもいいわけですから。そういうところもありますが。まあ、外観勝負という感じで。うん。まあ、内装と外観の作り分けっていうのはやっぱ課題ですよね。自分は今年に入ってから内装をやるみたいな感じになってきたから。なんかなぁと思って。内装がオリジナルですって言っていいものかっていうのがあったから、ちょっと気が引けてたんだけど。大丈夫っぽいから。内装もやるかーっていう感じで、作り直せるようになってきたね。うん。で、砂岩の塀ですね。石レンガの塀に対して、なんか、もうこの辺でいいかなと思ったんですが、まあちょっと切り悪いなと思って、もう少し足していきますね。今回は多分6話構成ですね。おそらく、今の感じを見ていると。で、上に対して奥のフェンス。ここがなんか、とんがりのそのツンツンがいっぱいついてるから、それと塀の、下の塀の柱と、まあ、ライン合わせて、ツンツン感を出していこうかなっていう感じですね。まあ、ここだけですね。今回は一番大変なのはここだけだと思うんで、この建物が大変。で、フェンスの上に対して鉄格子ですね。後の部分は、のっぺりしてるから、割と、ただ、積むのは大変だけど、だけど、込み入った装飾はあまりないので、今回が一番大変ですね。まあ、そんな感じで。だから次回は、これの屋根を完全に仕上げて、隣に囲みがあるので、そこまで仕上げていこうかなという感じですね。今回はここまで仕上がりました。うん。まあそんな感じでいいんじゃないかな。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回の建築が参考になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回は続きをやっていきたいと思います。ではまた。